な動物から怪獣から不思議な生き物たちがもうわーわー騒いでるような絵になってますんで、それも楽しんでいただければなと思います。やっぱりその平面で絵とこう対面して見るのではなくて、もうそのアートの中自体に入り込むっていう作品は好きで、部屋に入っていただいて、そこでカラオケを歌うことでこの作品が完成するっていう、ところはすごい好きですね。